茶店でだべってた日々から数年後、俺たちは長い旅を経てついに星の島イスタルシアにたどり着いた。親父さんと会えて喜ぶ団長、その隣にはもちろん B さんとルリピッピ、そして俺の隣には、そうっすね、お疲れ様っす、キャタリナさん。ありがとう。それはこっちのセリフっすよ。それでこの後どうするんすか。さて。そうなんすか。そんじゃちょうどよかったぜ。早速で悪いんすけど、俺と次の旅に出るってのはどうすかね。ん？それで？そうだな、目的地は幸せってとこっすね。え？キャタリナさん、もしよかったら俺という名の船に乗ってみないか。そして一緒に人生っていう旅に出てほしいんだ。ロイ、キャタリナさん、キュンジに確定っしょ。見てよ、ともちゃん、俺の新しい財布、ガチでエグめじゃね。お、センスいいじゃん。ていうか、エルチ金あったの？いらねえもん質屋に売ってさ。やっぱ財布ねえと男として微妙だし。いらねえもん？そう、冬服とか。はぁ、おめえ次の冬越せねえ派かよ。ちょ、おめえら聞いてる？俺のプロポ大作戦の話。聞いてる聞いてる。アレンジバー何百回も聞いたわ。今のバーは舞台？星の島？でも聞いた感じ、風景とか普通の平原じゃね？あ？なんか問題ありき？ありきありき。もっと想像力、プリーズ。星の島だぜ、星の島。おう、らしさがねえとさ。星の島らしさって、ああ、例えば何よ。そりゃあまあ、あえて例えんなら、ザ、星の島、みたいなもん。例えてねえし、むしろなんか答え遠のいてね。まあ具体的にはわかんねえけど、プロポって一生的な思い出じゃん。パネパネムーディーが必要じゃん。そうだけど、ザ星の島ね。ちょまち、つまりこういうノリってことか。ついに着きましたね、空の果て、伝説の星の島に。そうだな。それはこっちのセリフっすよ。それでこの後どうするんすか。さて。そんじゃ早速で悪いんすけど、俺と次の旅に出るってのはどうすかね。え？好きだ、キャタリナさん。あの星に永遠の愛を誓うぜ。ロイ、
想像力貧困かよ。永遠とか誓われても重いわ。旗ずり落ちるわ。うっせえし、おめえらリアルに想像してみろよ。推しの島ってどんなんよ。つか伝説だし誰も知らねえ的な。ああ。確かに鳥間でっかい島。俺むしろちっこいの想像してたわ。そういえば菊池に情報ねえかもな。だろ、団長が戻ってきたら聞いてみっか。なんか知ってるかもしんねえし。ルーカン、鳥間保留だな、推しの島。つか、まだ戻ってこねえ感じ。まあ、見てえだけど、なんか、いよいよ心配じゃね？俺この前、変な夢とか見ちゃったし。あ、俺も、キャタリナさん兵器になっててさ。チェルチ、何やってんの？なんか落ちてたんだけど、このメモさ、俺ら宛てじゃね？メモ？そんなもんいつ置いて、ああ、この前ここで寝ちまった時か？誰かの寝息で落ちたとか？で、なんて書いてあんの？ラブレターだったらどうするよ。ちょ、貸してみ。前略、すまない、急な依頼があり先に出航させてもらう。目が覚めたら君たちも後を追ってほしい。カタリナ・アリゼより。は？急な依頼？キャタリナさんたち一度は戻ってた的な。でも俺ら起きなかったから先に出航？ちょ、どこ？次の行き先どこよ？知らねえし。あ、あった。メモの最後。おめえら荷物。俺は港で船探してくるわ。よっしゃ。ってことで、店長。お会計して。わ。82,000ルピー。ああ、旅に出るとき自分で言ってたろ。付けは今度まとめて払うってよ。あ、言ってた。ローワイン調子に乗って言ってたわ。おめえ嘘だろ。交通賃もギリギリアウトだってのに。座船店長、ちょっと今持ち合わせが微妙で、ローワインここ置いてきますんで。ちょ、待てよ。わかった。ここは、グラサイしりとりで、人質決定な。じゃあ、俺から。ウェイ、ルリピッピー。だったりいいから、団長たち、先の先に行っちまうから。おい、お前たち、まさかまた金欠かよ。店長。おらよ。いるんだろ、交通費。愛した女を追うために。店長。アザース、絶対に返しますんで。はいはい、期待しないで待っててやるよ。アザース、そんじゃごちそうさまっす。失礼します。次こそツケ返すんでガチマジ。またトップアップするんで、そん時はよろしゅーっす。行っちまったか。相変わらず騒がしい連中だぜ。っていうか、なんだよ、トップオブってよ。